ベニモントレソールは多方面に活躍したイタリアの芸術家でオペラ演出家、映画監督、舞台美術家、美術デザイナー、衣装デザイナー、絵本作家である。1965年に絵本、友達連れて、よろしいですかで、コールデコット賞を受賞。トニー賞に3回ノミネートされた。日本ではベニモントレソールとも表記される。 1926年3月31日、ベネト州ベローナ県ブッソレンオに生まれる。1953年には、ドメニコ・パオレッラが監督した歌よ歌よ歌よに美術装飾、美術監督としてクレジットされている。1959年までに30作にも及ぶイタリア映画の美術畑の仕事をし、1960年34歳の時に、 アメリカ合衆国に移住する。アメリカ合衆国では、オペラの舞台監督、衣装デザイナーとして知られ、1963年、サウスカロライナ州チャールストンでのスポリートフェスティバル、USA で上演されたジャンカルロメノッティの最後の野蛮人、ザラスト・サベージの米国初演で、舞台と衣装を手掛けた。1981年には、ワシントン国立歌劇場とニューヨーク市立歌劇場で、 イタロ・モンテメッツィの三人の王の愛、ラモーレデイトレーリサイリエンにおいて、刺激的かつ切な的な舞台設計と照明設計も手がけている。1988から1989年、ローマ歌劇場の芸術監督を務めた。映画監督としても、クリフ・デ・ヤング主演ピルグリメージとルーチア・ボゼー、主演ラメッセドーの二作を演出している。イタリア・ミラノのスカラザ。 スポリートフェスティバル、グラインドボーンフェスティバルオペラ、ニューヨーク私立歌劇場、メトロポリタン歌劇場からの依頼を受けて、アミルカレ・ポンキエディ、ラ、ジョコンダ・ラ・ジョコンダ、ジュール・マスネ、エスクラルモンド・エスクラー・マンド、前日の、最後の野蛮人、ザラスト・サベージ、ガエター・ノド・ニー・ゼッティ、連帯の娘・ラフィー・ユージュ・レジメント、同じく、愛の名役レディ・ジール・ダ・モーレ、ジュゼッペ・ベルディ、 アイダ・アイーダや、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、マテキ・ザ・マジック・フルート等の舞台を手掛けた。映画美術の分野では、フェデリコ・フェリーニや、ビットリ・オーデシーカ、ロベルト・ロッセリーニらとの共同作業を残している。2001年10月11日、ベネト州ベローナ県ベローナで、水岩のため死去した、万75歳ボークレジットのない作品もあり、不明のものも多い。 ありがとうございます。